ハインケル HE114 ハインケル HE114 は1930年代のドイツ海軍の艦船で使用するためにハインケル社で製造された服用の水蒸気型偵察機である。本機は同社製の HE60 を代替する機種であったがドイツ軍の標準的な着弾観測機として アラド AR196 にとって変わられるまで短い期間しかこの任務には使用されなかった。HE114 の胴体とフロートは従来通りであり、新規性は皆無であったが、主翼の配置は非常に得意なものであった。上側の主翼はパラソル配置の単位置のように胴体から支柱で支えられ、下側の主翼は上側とほぼ同じ翼弦を持ってはいたが翼服が、 はるかに短かった。HE114 は大きな成功を収めることなく大量生産もされずドイツ空軍に収益した期間は短かった。HE60 が水上では取り扱いやすく空中では鈍重であった。一方で HE114 は水上での操作性は遅末であり空中での性能は HE60 に勝る点はほぼなかった。12機がスウェーデンへ 24機がルーマニアへ輸出された。ルーマニアでは最後の8機が1960年5月1日まで現役であった。2012年6月27日にパスコール・ロイブとユリアン・ルスという2人のダイバーがルーマニアのコンスタンツァ・ママや近郊のシウトギルコで1機の HE114 を発見した。最近になってこの2人は HE114 の 発見場所の近くで別のブロームーンとホスビー V138 の残骸を発見した。出展、ウォープレインズ・オブザルフト・バッフェ、諸原性能武装。ありがとうございます。